こんにちは。私はアマチュア無線化の OZ7OU クルト・ポールセンです。ドイツのハムレディオ2012での VNWA の講演をお伝えします。ヤン・フェルドゥイン氏とトム・バイエル教授に初めて会うことができて光栄です。両名は土曜日の午前中にどれだけ忙しくなるか期待しましょう。Do it again. Yeah. Yeah. Yes. Yes. トム・バイエル教授によるハムラディオ 2012VNWA プレゼンテーションにようこそ。私は SDR キッズ社のヤン・フェルドゥインと申します。バイエル教授のプレゼンテーションが有意義なものになるよう期待しています。バイエル教授のプレゼンの前に SDR キッズ社のブースで簡単なビデオブリーフィングを行っております。皆様のご来場に感謝いたします。またお会いできまして光栄です。プレゼンを行うバイエル教授とオリジナルのドイツ語プレゼンテーションを英語版にしてくれたポール選手に謝辞を送りたいと思います。なお、英語版プレゼンは YouTube でも見ることができます。どうぞお楽しみください。以後、ナレーション中で、私という表現は、トム・バイエル教授のことです。最初にしなければならなかったことは、より大きな会議室を見つけることでした。定員50人の会議室を予約していたのですが、実際に提供された会議室は狭く、別な会議室を探さなければなりませんでした。実際に集まった人数は50人以上だと思います。ハムレディオ 2012DG8SAQ ベクトルネットワークアナライザーの進歩と VNWA3 の新たなる可能性についてお話しいたします。さて、始めることといたしましょう。最初に VNWA3 のプレゼンにようこそおいでくださいました。予想を超える人数には驚いておりますが、お会いできまして光栄です。私を知っている方もおられれば、知らない方もおられると思いますので、自己紹介をさせていただきます。私の名前はトム・バイエルと申します。ドイツ ULM の応用技術大学で数学と物理学を教えています。また、18歳の時からアマチュア無線をしています。高周波技術に関しましては、過去にシーメンス社とエプコス社に勤務しておりました。それでは始めましょう。アジェンダですが、最初に S パラメーターと用法、次に VNWA の動作と開発経緯に関して、最後に応用例を用いた新機能に関しての説明を行います。S パラメーターですが、波を扱います。ここの例では、入力と出力を持つ電子デバイスをレンズに例えています。左側から光線が入り、一部が反射し、その他はレンズに吸収されるものと最終的に右側から出てくるものとがあります。レンズに向かう波はすべて A。レンズから離れるすべての波を B とします。左側、すなわち入力側を1。出力側、すなわち右側を2とすることにします。同様な現象をこの図のケーブルの間に挿入された DUT でも見ることができます。ここでは代表的な非測定対象物であるクリスタルフィルターを例にとります。図では四角になっており、左の入力波 A1、右の入力波を A2、左の出力波を B1、右の出力波を B2 と表記します。
エスパラメーターは B と A の比率です。4つの異なった比率が構成されます。S11 は A1 分の B1。S12 は A1 分の B2。S21 は A2 分の B2。S22 は A2 分の B1 以上の4つです。非測定対象物はこのように振幅と位相両方の情報を持った S パラメーターにより完全に定義することができます。この図では非測定対象物の S11 特性 A1 分の B1 を表しており、 A1 は入力波、 B1 が反射波です。 S11 の絶対値がリターンロスであり、ここではデシベルで表示されています。図上の青の線です。また S11 は同じデータに基づき VSWR、 すなわち低罪波としても表現することができますが、単に図に表記されている公式でリスケールしたものです。 S21 は通過関数 A1 分の B2 であり、図ではパスバンド内の通過損失は小さく、パスバンド外での減衰が大きいことを示しています。通過減衰に関しては我々の VNWA およびその他すべての VNA でもこれらの S パラメータを測定することが可能です。S11 は TX アウトから非測定デバイスに送られる波 A1 とその反射波である B1 を測定することにより求められます。送り出された波で反射せずに非測定デバイスを通過するものは RX インの受信機により S21 測定が行われます。ここまではそれほど理解することは難しくないと思います。VNWA はどのような動作をするのでしょうか。3つの基本ビルディングブロックから成り立っています。まず最初に可変型の信号源があり、次に入力波、反射波、通過波の強度と位相を測定可能な3つの受信機、そして3番目に制御と表示システムが必要になります。これにより、VNWA のハードウェアを制御し、測定結果を計算し、ディスプレイに表示します。可変可能な信号発生装置には、DDS を用いています。3つの受信機は、3つのギルバートセルから成り立っています。ミキサー注入信号も DDS により発生させていることにご注目ください。IF 中間周波数セクションは PC のサウンドカード機能を利用しています。制御機能、データ処理、ディスプレイ表示機能も PC により行われます。ブロックダイアグラムでは反射測定ブリッジを示しています。M2 で進行波、M1 で反射波を測定します。RX インに供給される通過波は M3 により測定されます。ダイアグラムの一番上にはスイッチが示されていますが、これは3つのうち2つだけ選択する設定用です。通常の PC サウンドカードはステレオ入力なので、2チャンネルにしか対応していないためです。よって、本コンセプトでは、S11 か S21 を同時に測定することはできません。どちらか一方だけになります。解決しなければならない最初の問題点は、フィルターを通さない DDS スペクトラムは、エイリアス周波数を多量に含んでいるということです。それがすべて、希望する周波数 F アウトと同一の、IF 周波数にミックスダウンされます。図では黒と赤の垂線の差が IF 1.2kHz となって表示されています。一般的な解決方法はナイキスト限界以上のすべての信号をローパスフィルターで抑圧することですが、
この方法では使用可能周波数帯域がクロック周波数の半分以下になってしまいます。代替案としては RF 用 DDS と極発用 DDS を異なった周波数に設定することです。そうすることにより異なったエイリアス周波数は同一の IF 周波数ではなく異なった周波数にミックスされることになります。図の赤と黒の垂線の差が変化しているのがわかると思います。よってナイキスト限界を超えたより幅広い周波数帯をカバーすることが可能になります。次の図にある VNWA1 はこれらの実験のプラットフォームとして使用されました。 VNWA1 のようなデザインは実験に実用的であり、友人や大学の同僚にデモンストレーションを行いました。私の友人であるシューマッハ教授の意見では、このようなデバイスは学生のプロジェクトには理想的であるとしていますが、少なくても UHF 帯までのカバー範囲が必要であり、組み立て時に再現性があるものでなければならないとのことでした。つまり複数台で組み立て再現ができなければならないということです。次のスライドではデザイン範疇をお見せいたします。周波数レンジは 500MHz 以上、プリント基板を用いた再現性重視、できるだけ低コストであること。ここでスペクトラム上のホール、すなわちギャップに関しまして多少説明いたします。どの周波数にプログラムされても DDS はクロック周波数とその高調波周波数において出力がゼロになります。解決策としましては、クロック周波数を可変することにより必要測定帯域内で両方の DDS からの出力を常に維持することです。その結果がスライドにある VNWA2 です。 PC のプリンターポートにより基板上部の DB9 コネクタ経由で制御され、信号処理は外付けサウンドカードにより行われました。 1kHz から 1.3GHz までの連続したレンジで、 500MHz までのダイナミックレンジは 90dB 以上、 500MHz 以上は 60dB ありました。 S11 と S21両方の測定が可能です。これが VNWA の基本コンセプトであり、基本的に現在まで変わらずに使用されてきています。2009年に重要な出来事がありました。SDR キッズ社のヤン・フェルデュイン氏が VNWA を市場にリリースしたのです。ある時点で、PC から徐々にパラレルポートがなくなりつつあることに急に気がつきました。また、ノートブック PC の入力はモノラルが主流です。解決策を見つけ出すべく模索していたところ、USB の使用にたどり着きました。これにより、PC との接続は USB ケーブル1本で済みます。電源供給も含まれます。USB サウンドチップを基板に載せることにより、PC 本体のサウンドカードの必要性がなくなりました。次のステップは、1枚の基板上に全てを搭載することです。こちらでお見せする VNWA3 がその結果です。TX と RX コネクタが下部右と左に見えます。2つのDDS チップと続いて2つのオペレーション制御チップがあります。 VNWA3 のさらなる改善点は 12MHz の TCXO を採用し、周波数安定度が改善したこととクロックプリマルチプライヤーを採用したことです。右上部に TCXO が、中央に12MHz クロックプリマルチプライヤーを見ることができます。マルチプライヤーの倍率レンジは2から8までで、
DDS チップにクロックが転送される前に適用されます。プリマルチプライヤーはノイズとスパイク信号の抑制にもつながります。このスライドでは青のトレースが VNWA2、 緑のトレースが VNWA3 でスパイクの比較を行っています。VNWA3 のスパイクが大幅に減少していることがわかります。より複雑なプリマルチプライヤースイッチングを採用したおかげです。さらに、現時点では VNWA3E というバージョンがあります。新たに付け加えられた E ですが、エクステンションの E、すなわち拡張を表します。VNWA3 に比べ、新たに USB コーデック基板が内蔵され、S11 と S21 の測定が同時に行えますので、測定時間が半分に短縮されました。右上部に見えるのが RJ11 コネクタで、外部からの制御が可能になります。例えば、切り替えリレーを接続することにより、2ポートデバイスで4つの S パラメータを自動測定することができます。逆方向測定時に DUT のポートを手動で切り替えずに済みます。また、外部信号を接続することにより、より正確な測定を行うことも可能です。これにつきましては、後で説明します。実際に応用例を見てみましょう。VNWA の最も主要な用途は、インピーダンス測定です。図は代表的なインピーダンスのプロット例です。これからスライドで最良な測定方法を説明いたします。インピーダンスが不明なデバイスを TX ポートに接続し、S11 を測定し、インピーダンスを求めます。内部ブリッジは50オームに最適化されています。50オームを接続した場合、ブリッジ信号はゼロになります。つまり、50オームに近いインピーダンスの場合、ブリッジは非常にセンシティブになりますが、1キロオームや1オームの場合は、精度がより低いものになります。次の方式として、RX ポートを用いて、インピーダンスが不明のデバイス上を流れる電流を測定します。TX ポートは電圧ソースとして用います。未知のインピーダンスが高い場合、電流は主に未知のインピーダンスにより左右され、測定はセンシティブになります。一方、TX ポートの出力インピーダンスより、インピーダンスがかなり低い場合は、電流の変化はあまりありません。この方式は、小容量キャパシタンス等のハイインピーダンス測定に向いていますが、ローインピーダンスでは精度が落ちます。この方式のメリットとしては、S21 スルーキャリブレーションだけを行えば済むということです。欠点としては、未知のインピーダンスは、絶対にグラウンドに落ちていてはいけないということです。3番目の方式としては、あまり理想的ではありませんが、未知インピーダンスの両端の電圧を測定することです。RX ポートが電圧を測定し、TX ポートが電流のソースになります。このセットアップは、ショートした回路に近い低インピーダンス向けには最適ですが、それより高いインピーダンスにおいては、電圧の変化があまり起きません。4番目の方式としては、RFIV を測定する前述の2つの方式を組み合わせる方法です。つまり、高周波電流と高周波電圧を別々に測定し、割り算で小を求めます。ハイ、ロー、
両方のインピーダンスすべてを測定可能です。カナダのイワン・マカロフ社から販売されているテストヘッドキットを用いることで自動測定も可能です。VNWA ソフトウェアにより制御することで、電流と電圧が別々に測定されます。確認のため、0.1 オーム、51オーム、100キロオームの抵抗を用い、それぞれ、値を 10% 増加させた場合、どれだけの影響が起こるか、各測定方式ごとに比べてみました。51オームの時の S11 反射では、非常に大きな違いがありましたが、それ以外ではそれほど差異は認められませんでした。電流測定では、ハイインピーダンスの場合に精度が高く、電圧測定では、ローインピーダンスの時に精度が高く、電流電圧測定では、すべてのインピーダンスにおいて、良好な測定結果が得られました。もちろん、インピーダンス測定時には、精密なキャリブレーションが重要な役割を果たします。このスライドでは、あまり知られていない影響についてお見せいたします。ここでは、100ピコファラッドのチップコンデンサを、10メガから60メガヘルツのスパンで、0.1 ピコファラッドの解像度で測定しました。上部の青と赤のトレースは、直列レジスタンスでコンデンサーの損失を表します。この2つのトレースの差は、負荷キャリブレーション基準の違いであり、赤は理想的な50オーム用に定義され、青は直列インダクタンスとして2ナノヘンリーが加えられています。2ナノヘンリーは非常に小さな値で、負荷に対して 1% 未満です。これにもかかわらず、直列レジスタンス上では 50% のエラーになっておりますが、一方キャパシタンスでは影響がほとんど見られません。キャリブレーション負荷モデルでのわずかな変化でも、直列レジスタンスに重大な影響を与え、よって測定したコンデンサの Q にも影響を与えてしまいます。一般的な負荷基準の虚数部は、求めるのが困難であり、しばしば未知数ですので、虚数部を特定するには、品質が高い基準を入手することが重要です。レスキューは新しいキャリブレーション方式です。HP 社により、だいぶ昔に発明されましたが、私にとっては新しいものです。例えば、コンデンサなどの前述のモデルエラーは、この新しいキャリブレーション基準により補正することが可能です。唯一の条件としては、このコンデンサ基準の ESR、つまり透過直列レジスタンスを知る必要があります。ESR が0の場合、エラーが発生しませんので、この方式は最良に動作します。よって、使用したコンデンサの Q は、高いに違いありません。負荷キャリブレーション基準の架空モデルでは、青と赤がそれでもマッチしており、この新方式を用いたことにより、前述のエラーが修復されたことを意味します。この方式は VNWA ソフトウェアの 36.8 テストバージョンから取り入れられています。次に全く異なった話題に移ります。一つの時計があります。常に今何時かがわかります。二つ時計があった場合、どちらが正しいのかわかりません。私は2台のルビジウム基準発信機を持っています。それらがどのように同期動作するのかに興味を持ちました。以下にアイデアを述べます。VNWA3E は外部クロック入力に対応しており、ルビジウム発信機を
1台そこに接続しました。どのような信号発生機でも RX ポートに接続可能です。これにより、基準信号に対してテスト信号の位相変化を測定することができ、よって高小周波数に対しての周波数変異を計算することができます。このスライドでは、内部 TCXO の1秒間の位相をそれ自身に対して測定することにより、周波数がどれだけ正確かを追求しました。周波数の差はゼロですので、VNWA 自体の精度を測定するものであり、3度同じ測定を繰り返したところ、VNWA の測定精度はプラスマイナス10マイクロヘルツでありました。一般的な周波数カウンターで1秒間で10マイクロヘルツ以内の精度で周波数を測定することは非常に困難なことです。ここでは私の2台のルビジウム発信機の周波数偏差を測定しています。赤のトレースは位相差で時間の関数です。右下がりの直線は周波数偏差です。緑のトレースは計算された周波数偏差です。ノイズがあるのは波形ノイズやその他のノイズが数値計算に寄与しているためです。周波数スパンが0であれば、直接周波数偏差を読み取ることが可能です。よって、同じ周波数で測定し、時間軸は左から右に移動しています。位相差はゼロではなく変動しているので、周波数偏差は 2.5 ミリヘルツと計算されました。周波数変動は300マイクロヘルツとなりました。ルビジウムでも完全に安定とはいきません。プロ用ディスプレイオシレータの安定度のアラン曲線です。NIST のホームページで見つけました。劇的なプロットをお見せします。ルビジウムに対して VNWA3 の内部 TCXO を測定してみました。緑のトレースが周波数偏差です。非常に劇的だと思いませんか？一目盛り 0.25Hz に注目してください。全体で周波数オフセットはマイナス 3Hz、つまりマイナス 0.3ppm です。TCXO の規格は 2ppm ですから、これで十分です。よって、VNWA で周波数精度が高い測定が行えることが分かりました。さらなる VNWA の用途はタイムドメイン測定です。スライド上ではそれぞれ特性インピーダンスが75オーム、50オーム、25オームの3本の同軸ケーブルを直列に接続しています。最後の同軸はオープンにしています。青のトレースは周波数ドメイン上での反射特性を表していますが、それほど有意義な情報とは言えません。しかし、周波数ドメインをタイムドメインに変換してみます。緑のトレースです。これにより、正確に同軸ケーブルの長さを測定することができます。変化が1、2、3の箇所で発生しています。また、1番目の同軸ケーブルの特性インピーダンスが72オーム、2番目が49オーム、3番目が26オームであることもわかります。私の友人であるアマチュア無線化 PA4TIM は興味深い測定を行いました。クリスマスライトケーブルの電球切れを発見する測定です。次の例としましては、
キャビティとして動作するキャンディの空き缶の測定です。光学系の学生であれば同調周波数を即座に計算することができるはずです。スライド上の式にデータを入力することにより、最低モードでは共振周波数が 1209MHz となります。実際 VNWA で共振周波数を測定した場合、共振周波数は 1210MHz となりました。何か物体を充填した場合はどうなるでしょうか。この空き缶に物質を充填した場合、イプシロン値が上がり、空気だけではなくなりますので、共振周波数が下がります。赤いトレースでわかります。これを何に使用すればよいのでしょうか。中にどれだけ物質が充填されているか知ることができるレベルインジケーターとして使用することができます。このようなレベル表示に興味を持った人々がおります。その中の一例に NASA があります。無重力の宇宙空間に浮かぶロケットを想像してみてください。タンク内の燃料は浮遊しており、従来の浮き型レベルインジケーターでは役に立ちません。残り燃料の正確な測定方法は唯一、タンクのキャビティ共振周波数を測定する方法のみです。これは NASA のスタッフが実際に行ったことです。VNWA3 で行ったロケットタンクスペクトラムのオリジナルデータです。これはジョークではありません。VNWA3 は評価用に実際にロケットと一緒に飛行する予定です。プレゼンも終わりに近づいてきましたが、要約しますと、VNWA3 および VNWA3E は多様性がある測定装置であると言えます。プロ用としても可能性を秘め、実際に産業分野および教育分野で使用されています。例えば、多くのカスタマーが NMR 断層撮影のピックアップのチューニング用に VNWA を使用しています。現在、VNWA は世界5大陸で使用されています。VNWA の開発、サポートに携わったすべての人々に感謝の意を表したいと思います。ご清聴ありがとうございました。